ガールザは日本の女性お笑いコンビ。所属は小竹芸能。二人は大学生時代に一橋大学のインカレサークル、劇団コギットの新刊コンパで偶然出会って、その後意気統合し、同じサークルでパフォーマンスユニットチーム山形というコンビを組んでいたこともあり、同じ劇団コギットに在籍していたこともあって、その後のが就職活動の際に、 お笑いをしたら自分の好きなことができるのを知ったこと、新宿角座のライブを見たことがきっかけでお笑いの勉強をしたいと思っていた中で、小竹芸能タレントスクールを見つけて、小野から桃瀬を誘い、小竹芸能タレントスクールに23期生として入学。2013年5月16日からガール座として活動開始。 コンビ名は、どれもしっくりこずなかなか決まらなかった中、おのが、かわいいから、ガールがつけたいと言った時に、も瀬が、コントもあるから、響きもガール座っていい主として、座をつけ、ガール座に決めた。なお、コンビ名候補には他に、逆上がり、晴れた空、ヘッドホンズ、少女ガール、マグカップエンジル、シーベルトシーベルトがあった。 2015年11月、オアシズ大久保佳代子のウェブ番組、東京バズカマーが行った、金のバズラン選手権の勝ち抜き戦で、チャンピオンとなる。ネタはコントが多いが、漫才のネタも持っている。女子力の高い、女性が共感するネタと言われ、コントでは、女番長など女子高生に噴して演じるネタも、あるほか、社会人役で演じるネタもある。ネタ作成は小野が担当。小野は、 ネタ探しのために女子が集まるところに行き、も瀬も高校時代の友人同士の女子会などに行って、エピソードを拾って、それをおのに伝えている。も瀬はネタの手直しを手掛けている。2019年8月、おのの引退により解散。も瀬はピンとして活動を続ける。他、も瀬さつきに関するカテゴリー、おのあに関するカテゴリー、ありがとうございます。